モーニング娘。の妹分グループ、メロン記念日の元メンバー、大谷正恵42が28日、自身のインスタグラムを更新。正社員で入社したネイルサロンを退職し、新たな職が見つかったことを明かした。写真、メロン記念日の左から、村田恵、柴田歩美、斎藤仁大谷正恵、2010年撮影。 昨年6月に番組で2020年の年末から21年7月まで生活保護を受け、自己破産したことを告白し、話題となった大谷。23年4月に大手ネイルサロンに正社員として入社したことを明かしていた。この日、青空の写真とともに、短い期間で本当にいろいろありまして今はネイリストを辞職し、新たな就職先が決まりましたと報告。 スタートまでまだ時間があるので今はバイトで生活しています、と現状を明かした。人生の成功に早い、遅いは人それぞれだと思っています。何を成功とするのかもそれぞれかと思いますが、振り返ったときに、良い人生だったな、と思えたら私は幸せです、と大谷。過去に何があっても前を向いて生きていくこと、自分を責めず一番の理解者は自分だと気づくこと。 苦しいことが続いてもそれが自分の根となり土台となり後に台湾を咲かせることと記しそう思えるまでとても時間がかかりましたと苦悩の道のりを振り返った。波乱万丈な人生ですがきっと全てうまくいく人生を歩んでる人の方が少ないですよね。可能な限り穏やかになりたい自分をしっかりイメージしひと日ひと日を大切に過ごしていきたいと思いますと記した。 大谷は2010年5月にグループ解散後、ソロアーティストとして活動中。昨年6月に番組で、2020年の年末から21年7月まで生活保護を受け、自己破産したことを告白して話題となった。2021年6月ごろから、月25から20万円を稼げるようになり、生活保護の受給を終えた。